YouTube でちびっこバス太陽を検索してね。太陽、路線バスになる。ここは車の試験場。ここでテストに合格しないと公道を走ることはできません。信号が青の時は進め、それで赤は止まれ。ねえねえ、ん？悪いけどブツブツ喋るのやめてくれない？あれ、僕声出してた？緊張しちゃって。私もよ。でもあなたが喋ってるの聞くともっと緊張しちゃう。そうなの？ごめんね、もう静かにするよ。うん、ありがとう。はぁ、ん？僕の名前は太陽。テスト受けるの初めてなんだ。太陽？どうぞよろしく。私はぬり。私も初めてなのよ。そっか。次は21番ミニトラックのブルービーさん。よし、僕の番だ。スタートです。お、赤に変わった。赤信号は止まれだね。お、いや、ひよこちゃんたち、こんにちは。青になったぞ。また走り出した。うわ、運転上手だな。渋滞してるな。あれ、隣の車線の方が早いみたい。じゃあ僕も。そんな風に割り込んだら危ないだろう。すみません。じゃあ戻ります。急に車線を変えたら危ないじゃない。どうもすみません。21番ブルーミー、失格です。交通ルールを守りましょう。次は22番ぬりさんです。ぬり、頑張ってね。ありがとう。だよ、ぬりはとても緊張していますが、絶対に合格するつもりです。スタートです。よし、ぬりは注意深く安全に走ります。ちびっこタクシーのぬりが最後の角を曲がりました。22番ちびっこタクシーのぬり、合格です。やったおめでとう、ぬり。ありがとう。次は23番かよさんです。僕の番だ。自信持ってね、きっと合格できる。わかった。なんだかすっごくドキドキしちゃう。スタートです。よし、行くぞ。赤信号だ。こんにちは、バスさん。やあ。よし、太陽は練習してきた通りにきちんと交通ルールを守ります。あれ、23番ちびっこバスの太陽、合格です。やった、合格した。こうして太陽は正式な路線バスになりました。太陽、合格おめでとう。私分かってたわ、運転上手だったもん。ありがとう。ちょっと待って。大きいな。君はさっきテストに合格した太陽かい？そうです。あなたは？君を路線バスの車庫まで案内するバスだ。私はシトゥ。はじめまして。太陽の友達のヌリです。太陽、ヌリ、どうぞよろしく。これから太陽を路線バスの車庫に連れて行くが、一緒に来るかい？いいえ、行くところがあるんです。元気でね、太陽。君もね、バイバイ。バイ。じゃあ出発だ。はい。人や車が行き交う大都市は活気にあふれています。初めて大きな街にやってきた太陽は何を見てもワクワクドキドキ。うわ、この街は車がいっぱいだ。太陽。はい。
前を見なさい。そんなにキョロキョロしていると事故を起こしてしまうぞ。はい、わかりました。赤信号だ。止まるよ。了解です。よう、ちびっこバス。あ、どうも。うわ、豪華な車が通りかかりました。わ、かっこいい。大したことないさ。あいつピカピカなのは外側だけさ。最高と呼ばれるには早く走れなきゃ。俺みたいにね。俺の名はスピーディー。スピーディー。僕はタヨ。僕どれくらい早く走れるかな。まあ走ってみなきゃわからないな。どうだい、俺と勝負してみるか。え、本当？うんうん。でもダメだ、僕はバスの車庫に行かなきゃ。ちょっとだけレースをやっていけばいいじゃないか。あ、そうだね。レッツゴー。いいか、ゆっくり行くぞ。ごめんなさい、すぐ戻ります。タヨ、ダメだよ。ちびっこバス、タヨ。イエーイ。僕の走りだ。まあ、悪くないかな。カットバスター。俺の本気はまだまだこれからだ。よし、ポートマン。失礼。スピードの出しすぎはとっても危険。ああ、もっと気をつけなきゃダメなのに。あ？スピード落として危ないよ。俺様は大丈夫さ。おっと、スピーディーは大怪我をしてしまいました、大丈夫スピーディー。いや、ダメみたい。手を貸してくれるかい。僕どうすればいいの。もう大丈夫、警察が来たよ。怪我したのか。はい。スピードの出しすぎだ。ゆっくり安全に運転しなきゃダメだよ。すみません。とうとう修理工場まで連れて行ってくれ。了解。うわ、派手にやっちゃったね。すぐそっちに行かせる。よし、また後で。バイバイだよ。おい、ちびっこバス。はい。どうしてあの車とこんなところにいたんだ。あの、実は太陽。太陽。よかった、シトゥが来てくれました。シトゥ。はあ、怪我をするところだったじゃないか。気を散らしちゃダメだって言っただろう。ごめんなさい、すぐ戻るつもりだったんだ。タヨ、もう二度と今日みたいなことをしちゃダメだぞ。はい、わかりました。ああ、ルキー。あ、この子は今日路線バスになったばっかりでミスを犯した。すまなかった。無事で本当によかったよ。君の名前はタヨだっけ。そうです。これからはもっと注意するんだよ。はい。さ、もう行かないと。出発だ。はい。着いたぞ。え、あ、この車庫が今日からタヨの家になるんだよ。はい、ただいま。ああ、今日はどうだった。今日川沿いの道でメットに会ってさ。本当？元気だった。どうしたの。ブルーミー、またテストに落ちたんだって。あれ、まあ嘘でしょ。みんな聞いてくれ。私たちのチームに新しい仲間が増えた。ちびっこバス、タヨだ。よろしく。よろしく。ロギ、ラニ、タヨを新しい部屋に案内してくれるか。いいよ。やあ、タヨ、僕はロギ。私はラニー。あ、どうも、よろしくね。私の部屋の隣が空いてるからそこ使っていいよ。え、それはいい、決まりだ。ついてきて。行きなさい。え、じゃ、また明日な。わかりました、今日はお世話になりました。気にしないで。ほら、あれが君の部屋。
僕の部屋？そうさ。入り方教えてあげるね。よく見てて。前に進んで、それからバックするの。ほーら。よし。ね？わかった。やってみるね。ゆっくり、ゆっくり、ゆっくり。できた！居心地のいい部屋だね。タヨ。何？明日の朝、車庫の中を案内してあげるね。ああ、僕眠くなっちゃった。おやすみ。おやすみなさい、ロギ。私ももう寝る。おやすみなさい。おやすみ、ラニ。僕も眠くなっちゃった。こうして路線バス、タヨの1日目は終わりました。長くて大変な1日だったけど、いいお友達ができました。明日はもっと楽しい日になるでしょう。おやすみなさい、タヨ。友達になろう。気持ちのいい朝です。タヨはこれから洗車をしてもらいます。こちらはタヨのお友達。それ面白い。ねえ、タヨは？ああ、洗車場に行ったよ。そう。まあ、ピッカピカのすごい車がやってきました。うわー。おう、やあみんな、花はどこだい？おう、あっちだよ。そう、どうも。うわー、すごい車。ついていこうよ。はっ、花。え、社員、久しぶりじゃない。点検に来たの？みんなは何してるの？この子誰？ああ、この子は、俺？なんだよ、俺を知らないのか？俺の名前はシャイン。街で一番かっこいい高級車だ。うわはいはい、シャイン、入って。オッケー。シャインってすごい車だね。それにピッカピカだ。すっごくかっこいい。ただいま。あ、見てこれ。タイヨ。あ、え、みんなどこ行くんだよ。うわ、タイヨ、すっごいね。はあ、何が面白いんだよ。あ、タヨ、俺の凄さを見せてやるから待ってね。あ、仕事の時間だ。じゃあみんな、また後で。よし、今日も頑張ろう。あー、もうみんな可愛い。もう終わったわよ。ああ、それじゃあまたな。バイ。俺様を無視するなんて、このままじゃ気が済まない。タヨって言ったっけ、あいつこの辺りにいるはず。あ、いたいた。ふん。え、タヨ。うわ、君すごい車だね。名前はなんて言うの？俺は社員だ。僕はタヨ。君は名前もかっこいいね。もちろんさ、もっとかっこいいとこ見せてやろうか。もっとかっこいいとこ？よく見てろよ。うわ、すごい。なんて速いんだろう。信じられない。まだまだこれからだぞ。ひゃっほー。おい、赤信号だったぞ。あ、あれ何の音だ？おい、シャイ、右側に寄って止まれ。社員、赤信号を無視したな。危ないじゃないか。うん、悪かったよ、信号が変わったの見えなかった。あれ、社員？太陽だ。知らんぷり、知らんぷり。あ、
もう、かっこ悪いな。何？え？いや、なんでもないよ。かっこつけようとして恥をかいちゃったみたい。おや、また社員です。ワックスをかけて一段とピカピカになっています。あ、あれは太陽だ。今度こそ俺の凄さを見せてやらなきゃ。出発します。あ、社員どうも。本当にすごいもの見せてやろうか。うわ、最高にかっこいい。おっと、停止線過ぎちゃった。ちょっとバックしないと。え、気をつけろ、俺にぶつかるじゃないか。どいてくれ。なんなんだ、何してるんだよ。どうか行け。うわあ、汚い。もうかっこ悪いったら。あれ、まったくなんてことだ。おい待ってよ、もう取り返して。あの子何やってんだろ。ちびっこバス、タヨ。2回も恥をかいた。もう二度と失敗できないぞ。あれ、何の音？あ、君だったのか。どっか行け。おい、何笑ってんだ。あ、何でもないよ。これを見ても笑ってられるかな。うわ、すごい音だね。どんな問題？俺のエンジンは超パワフルだ。お前のなんか比べ物にならないぞ。すごい。音がかっこいいだろう。聞かせてやるよ。この匂いなんだ。本当、何か燃えてるみたい。社員、君だよ。なんだと？ボンネットから煙が出てる。え、煙が。どうなってんだ。熱いよ、誰か助けて。社員大丈夫かな。みんなバイバイ。今日はこれでおしまいだ。あ、疲れた。だよ。あ、社員大丈夫だった。なんで、どうかしたっけ。ちょっと見せたいものがあってね。じゃじゃーん、ほら、どう思う。最高級のタイヤだ。俺専用なんだぜ。でもタイヤは何よりも性能が良くなきゃ。もちろん高性能さ。見たいか。それじゃあ、あれだ、完璧。ついてきな。え、社員どこ行くの。ねえ、この道は工事中だよ。俺のタイヤがどれくらいすごいか教えてやる。よく見てろ。ねえ、危ないよ。俺のタイヤなら大丈夫さ。社員。あれ、どうなってんだ。砂にはまっちゃったみたいだ。ねえ、大丈夫。これ以上恥はかけないぞ。もちろん大丈夫さ。あー、でも大丈夫じゃなさそうだよ。心配すんな、ほんとだよ。俺はちょっとここで一休みするから、お前は行っていいぞ。はあ、そうなの。ああ、本当にいいんだね。そう言ってるだろ。さあ帰りな。わかった、じゃあまたね。バイバイ。あばよ、たよ、ダメだって。こんなとこに置いてくなよ。社員は砂にはまったまま、町は夜になってしまいました。どうしよう、全然動けない。タイヤがどんどん埋まっていく。
やばい、ガソリンがなくなってきた。偉大なる社員様がこんな目に遭うとは。今度はどうしたんだ。どうすればいいんだ。何も見えなくなっちゃったぞ。あの音は何だ。誰かいるのか。助けて、助けてください。夜の工事現場で一人ぼっち、社員は怖くて震えています。カッコつけないで、あの時太陽に助けてもらえばよかった。なんだか眠くなってきちゃった。社員起きて、社員。太陽、社員ね、大丈夫。どうなってんだ。もう平気だよ、砂から出してあげた。はあ、ありがとう。ありがとうは僕じゃなくてタヨに言って。タヨがここまで僕を連れてきてくれたんだ。タヨが。あ、タヨ。余計なことしやがって。そうなの。じゃああそこに戻る。あ、いやだよ、そういう意味じゃないって。じゃあ出発しようか。はい。ねえねえ、社員と僕なんだか今日はいっぱいあったね。全部バレてた。本当、気づかなかった。たまたまじゃないかな。ねえ、友達になろうよ。だって僕たちちょくちょく会うんだし、いいでしょ。やった。まあお前がそう言うなら友達になってやるか。でもお前から友達になってって頼んだんだからな。なんでもいいよ。こうしてタヨと社員は友達になりました。これからもずっと仲良しでいられるといいですね。タヨとボンボン。気持ちのいい朝です。タヨは川沿いの道路をウキウキ気分で走っています。綺麗だな。すごいや、この道を走ると僕はいつも最高の気分になれる。あの橋の上を走っているのはケリです。ケリは車を運ぶトラックで、幼い車を4台乗せています。この子は赤ちゃんワゴン車のボンボン。他の車たちと一緒に眠っています。かわいい子たち、みんな眠ってるのね。ですか。あ、ええ、多分平気よ。あ、かわいそうに、怖かったのね。大丈夫よ、もう心配ないわ。本当にすみません。いえ、気にしないで。じゃあ私行かないと。みんなもう大丈夫だからね。泣き止んでちょうだい。大変です。ケリはボンボンを置き去りにしたことに気がついていません。あ、気持ちいいな。あれ、誰か止まってるぞ。何かあったのかな。こんにちは、大丈夫かい。え、眠ってるの。ちょっと起きて、ここで寝ちゃダメだよ。道路で寝たら危ないんだよ。さあ行こう。そういえば君、見かけない顔だね。僕はタヨ、君の名前は。タヨ。僕ボンボン。ボンボン。かわいい名前だ。この辺りに来るのは初めて。そう、今日は仕事がお休みだから街を案内してあげるよ。本当に。やった、行きたい。よかった、僕も退屈してたんだ。よし行こう。タヨは今日休みだよね。そうよ、今頃何してるのかな。どうだろうね。あれ、
何？何？あれ見てよ。あの車たち、赤ちゃんだわ。すっごく可愛い。ダニ、もっと近くで見ましょう。うんうん。こんにちは。あら？まあ、こんにちは、お二人さん。とっても可愛い赤ちゃんたちね。みんな眠ってるんだね。ぐっすり眠ってるでしょ。でも本当にすごいよ。一度に3台も運ぶなんて。ああ、大したことないわ。え？今3台って言った？うん、そうだよ。上に2台、下に1台、合わせて3台でしょ。そんなはずないわ。ねえ、後ろの扉を開けたまま走って危なくないの？本当だ。なんですって？ああ！まさかあの時に？え、何かあったの？ああ、大変だわ。あの子を探さなきゃ。ああ。やだ。どうしよう。ああ。うわー。町の中心地だよ。大きいでしょう。あ、信号が変わった。スピード落として。あれ、うわ。ダメだ、ボンボン。止まって。え？ボンボン、赤信号だよ。なんで止まらなかったの？ごめんなさい、僕知らなくて。知らなかったの？うん。君は交通ルールに詳しくないのかな？交通ルール？それ何？やっぱりそうだね。赤信号は止まれなんだ。わかった？うん。いいぞ。それじゃあ僕がルールを教えてあげるから、ついてきて。わかった。任せて。タヨはボンボンに街を見せながら交通ルールを楽しく教えました。行くよ。慣れてきたね。すごいぞ。ねえ、君すごく上手だよ。うん、僕上手。ボンボン、バスが止まってる車庫を見に行かない？バスの車庫？そうだよ。そこに友達がたくさんいるんだ。一緒に遊べばきっと楽しいよ。うわーい、僕行きたい。よし、じゃあ行こう。わかった。楽しくなるぞ。ワクワクする。ちびっこバス、タヨ。ボンボン、ボンボン、どこにいるの？どうしましょう、ここにもいないわ。どこ行っちゃったの？この車庫が僕たちバスの家なんだよ。ここすごい。どうだい、気に入った？うん、ここ とっても最高。そろそろ他のバスが帰ってくる時間だ。あ、帰ってきた。ただいま。みんなおかえり。おかえり。あれ、タヨ。お疲れさん。元気？元気だよ。元気だよ。その子は誰なんだい？川沿いの道で会った子さ。楽しくなると思ってここへ連れてきたんだ。じゃあボンボン、一緒に遊ぼう。やった、楽しそう。ボンボン、どこにいるの？あれはケリじゃないか？ケリ。あ、シュト。久しぶりだね。何してるんだい？運んでた赤ちゃんワゴン車がいなくなっちゃったのよ。なんだって？あちこち探したんだけど、 あの子どこにもいないのよ。警察へ行ってくるわ。ああ、気をつけて。ケリー、大丈夫か？疲れてるみたいだけど。ええ、燃料を入れてからもう随分経つの。それはダメだ。バスの車庫へ行って燃料を入れよう。でも私、早くボンボンを見つけないと。そうだけど、君に何かあったらどうする？まずは燃料を入れるんだ。いいね。わかったわ。よし、じゃあついてきて。わかった。俺はモンスタートラックだ。ブーボンボンもやりたい。ボンボンもできるよ。ブー、なんだよ今の。それ俺の真似か？まあね、彼の方が上手だけど。ありえない。ありえない。トゲにそっくりだ。
すごいな、ボンボンはモノマネがうまい。えへん、ボンボン上手。ボンボンは何だって真似できるよ。本当に？じゃあこれできるかい？ボンボンもそれできるよ。ボン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 。お？すごいよボンボン、君って最高。だな、タヨよりも上手かったぜ。お疲れ様。みんな楽しく遊べた？もちろん。よかった。でももう暗くなってきたし、ボンボンもお家に帰らなきゃ。うちに帰る？そうよ、まだ帰らなくていいの？あ、ケリがお家まで送ってくれるの。ケリ？ケリって誰？ケリって誰なの？今どこにいるんだ？あそこにいた！ボンボン！あなたをずっと探してたのよ。ああ、そういうことだったんだね。やっとわかったよ。ごめんなさい、何も知らなくて。いいのよ、ボンボンは私のせいで迷子になったんだもの。この子の面倒を見てくれて本当にありがとう。気にしないで。じゃあ、私たちも帰りましょう。ボンボン、後ろに乗って。やだよ。どうしてボンボン、一緒に帰りましょう。やだやだ、僕ここでもっと遊びたい。帰りたくないよ。ボンボンはみんなのことが大好きになったのね。ボンボン、泣き止んで後ろに乗って。やだもん。乗らなくても平気さ。ボンボン、ボンボン、君はもう一人で運転できるよね。ね、そうだった、僕一人で走れるんだ。うん、じゃあさボンボン、ケリに君の腕前を見せてあげて。え、ボンボンは交通ルールも知ってるんだよ。上手に運転する君を見せれば好きな時にここへ来られるだろ。よし、じゃあ出発し行こう。任せて。ありがとう、タヨ。大したことないって。ケリー、早く。はい、今行くわ。さようなら、ケリー。さようなら、ボンボン。ボンボン、安全運転でね。うん、またね。ボンボンとケリが無事にまた会えてよかったですね。タヨたちとボンボンは素晴らしい一日を一緒に過ごしました。ヌリの最悪な日。今日はなんだかいいことがありそう。タクシー。あれ、タクシー。こんにちは。市役所までお願い、緊急なの、急いで。はい、すぐに着きますよ。それでは出発します。お急ぎなのでスピードを上げます。ああもう赤信号だ。行くわよ。あ、なんでまた赤信号。またはあ、そんな遅れちゃうじゃない。到着しました。すぐに着くって言ったのに、これじゃ遅刻よ。もう本当にすみません、赤信号じゃなかったら間に合ってたのに。あれ何？はあ、危なかった。なんで水たまりがあるの？やっほー！いやー、なにこれ、なんでも見えない。大変だわ。会いたいよ。それでこうなったの。でもあなたが無事でよかった。私は世界で一番不幸な車なんだ。ちょっとヌリ、
そんなことないって。あなたにはきっと何かいいことが起きるから。本当に？もちろん。あらー。あ？うん。無理も着てたんだ。あれ？それどうしたんだ？何かあったのかい？なんでもないの。ねえ、今日は仕事に行かないの？あのね、実は今日これから、僕たち今日クルーズ船に乗るんだ。そうなの？クルーズ船に？ついてるわね。私も一度乗ってみたいと思ってたんだ。あ、そうだ、ヌリ、あなたも一緒に行く？行っていいの？ええ、シトは今日仕事だから彼の代わりにどうぞ。あなっても最高。ほらね、いいことが起きるって言ったでしょ。ハナ。何？実はもうビッグを誘っちゃったんだ。だからヌリは乗れない。ヌリごめんね。ほら言ったでしょ、やっぱり私は世界で一番不幸な車なんだって。これでよし、終わったわ。出てきていいわよ。ありがとう。仕事に戻るわ。そうだ、ちょっと待って。何？じゃじゃーん。何それ？あなたにあげる。ほら、すごい、とっても綺麗ね。これは幸運のお守りよ。幸運のお守り？そうよ、このネックレスがあなたに幸せを運んでくれるはず。嘘だよ、そんなのありえない。いいえ、本当よ。さあ、あなたのとびっきりの笑顔を見せてちょうだい。ありがとう、花。いい一日を。あなたもね、頑張って、ヌリ。やだ、何なのこの顔。幸運のお守りって本当かな。まさかね。タクシー。どうも、こんにちは。どちらまで？とにかく急いでいるんだ、市役所まで頼む。え、市役所？さっきは着くのが遅れちゃったんだ。おい、急いでるんだ、早く出してくれ。あ、すみません。ヌリはまた市役所へ向け走り出しました。今度は遅れませんように。幸運のお守りさん、お願い、時間通りに到着させて。あ、青信号だ。すごい、また青だ。やっほー。あ、もう市役所だ。よかった、とっても早く着いた。ここで降りますか？あー、そこを右に曲がったところで降ろしてくれる？え、あの道はさっき私が、泥だらけになった。もう行きたくないな。でもお守りがあるし、あそこでお客様を降ろそう。あれ、すごい、道が綺麗になってる。お掃除してくれたんだ。到着です。無事に間に合ったよ。どうもありがとう。いえ、どういたしまして。いい一日になりそうだわ、幸運のお守りのおかげね。あっ、あそんな、幸運のお守りが。あれ、あ、どこだろう。あそこにある。ヌリがトレーラーの中に閉じ込められてしまいました。あ、動いてる。ここなんなの。ちびっこバスだよ。
な。俺こんなに近くで見たの初めてだ。はい、みんなそろそろクルーズ船に乗るわよ。ねえちょっと待って、まだビッグが来てないよ。よう、みんな。ビッグ、どうして遅れたんだ。ああすまなかった、来る前に荷物を下ろしてたんだ。みんな揃ったわね。さあ行きましょう。了解。超ワクワクする。あれどうしたの、すごく悲しそうよ。ヌリのことを考えてたんだ。来られなくてかわいそうだよ。ヌリも一緒に乗れたらよかったのにね。心配しないで、ヌリもきっと楽しんでるわよ。行きましょう。わかった、もういや、なんで私だけこんな目に遭うの。ふん、何が幸運のお守りよ。聞こえなかったけど。ロギ、誰かが助けを求めてるよ。うんうん、今のは聞こえた。お願い開けて。あ、この中から聞こえる。なんだと。お願い。あ、無理じゃない。花、あなたなの。何があったの。まずは外へ出て。分かった。ヌリ大丈夫かい。一体どうやって中に入ったんだ。あらビッグ、あなたのトレーラーだったのね。ねえ、うん、何があったの。なんでトレーラーの中にいたの。実は幸運のお守りを落としちゃって、トレーラーの中に探しに入ったの。幸運のお守り。でもいいことは何も起きなかった。そうだぜ。いいことあったね。クルーズ船に乗りたかったんでしょ。ああ夢みたいだわ。やっぱりあれは幸運のお守りだったんだね。どうしよう、幸運のお守り。あ、ヌリ、それってこれのこと。ああそんな、曲がってぐにゃぐにゃになってる。そんな、お守りが壊れたらまた不幸になっちゃう。私はどうしたらいいの。大丈夫よ、そんなことないわ。でも実は全部私の作り話なの。あなた悲しそうだったから、これは普通のネックレスよ。そうなの。だけどあなた今クルーズ船に乗ってるじゃない。つまりネックレスがなくても幸せになれるのよ。そうだよ、ヌリ、一緒にクルーズ船に乗れたじゃないか、うん、君はきっと幸運のタクシーなのさ。その通り、私は世界で一番幸運なタクシーよ。なんだそれ。ヌリにとっては大変な一日でしたが、最後にはいいことがありました。よかったね、ヌリ。タヨ、小さくなる。今日もいいお天気です。タヨはバスの車庫でのんびりしています。つまんないな。できた。花、それ何。あら太陽、これはね、何でも小さくする機械よ。小さくする。そう、これで大きなものを小さくするの。運ぶとき便利でしょ。うわ、それってすごいね。あ、忘れてた、ちょっと倉庫から取ってくるものがあるから、この機械見ててくれる。はい、承知しました。気をつけてね、絶対触っちゃダメよ。分かってる。
小さくする機械か。あ、お、面白そうだな。あれ、これなんだ。押してみよっかな。いや、ダメダメ、鼻が絶対触っちゃダメって言ってたもん。でもどうなるのか見てみたいな。あ、うわー、私触っちゃった。あれれ、どうもしないじゃない。これ何？僕どうしちゃったんだろう。タヨ、肌、うわー、うわー、うわー、タヨったらどこ行っちゃったのかしら。どうしたんだ、なんで肌あんなに大きくなったの。いや、ひょっとして僕が小さくなったんだ。おかしいわね。よ、花。え、ルーキー、パッド、どうかしたの。ちょっと修理してほしいんだ。あら、うん、初めて見る子ね。あ、おいっ子のジニーだ。こんにちは。そうなの、こんにちは。おじさんによく似てるわね。ここで待ってて、パッドの修理をしてくるから。はい。行きましょう、パッド。よし。ブルブル。うわ、ハナ待ってよ、ハナ。困ったな、僕の声が聞こえないんだ。ブルンブルンブルン。あの子誰だろう。あれ？ブルンブルンブルン。行け。うわ。ああ。下に入っちゃった。もう。あった。捕まえた。ブレンブレンブレン。修理完了。ありがとう、ハナ。ブレンブレン。あ、ジニー。お、はい。ハナ。お待たせしました。いいよ。ここから脱出しなきゃ。もうやったぞ、花、僕だよ。あら、ジニー、おもちゃを投げちゃダメでしょ。しっかり持ってなさい。違うってば。ありがとう。花、ありがとう。じゃあまたね。ええ、バイバイ。バイバイ、ジニー。ハナ、ハナ。頭がクラクラする。あれ、シャコじゃないか。あ、そっか、夢だったんだ。ねえ、みんな、僕ひどい夢見ちゃったんだ。うっかり小さくなっちゃって、それで、あれ、みんなどうして何も言ってくれないの。あ、あれ、夢に出てきたルーキーの甥っ子だ。ということは、やめて、夢じゃなかったんだ。タヨがいないって？ええ、そうなの。今朝から姿が見えないのよ。誰か何か聞いてる？うん。何も。
よし、じゃあみんなで探しに行こう。花はここで待ってて。了解。車庫に帰らなきゃ。きっとみんな心配してるはずだ。あそこにドアがある。でもどうやってここから降りるの。よし、まずあそこまで行こう。やった。太陽どこ行っちゃったの。あら、あれは何かしら。これジニーのだわ。返してあげたはずだけど。あら、ジニー、おもちゃを投げちゃダメでしょ。しっかり持ってなさい。大変だわ、あのおもちゃは。太陽、ああ怖かった。まだよく寝てるな。ここからどうやって出ればいいんだ。まずドアを開けなきゃ。そうだ、あれだ。よし、行くぞ。プレゼントを持ってきたんだ。本当？うわい、うん、そうだ。じゃじゃーん、ヒューほら、宇宙ロケットに変身。かっこいいでしょう。うわー、すごい。ほら、ジニー、貸してごらん。つけてあげるから。あ、わかった。ちょっと待ってね。はい。花、よし、できたよ。かっこいい、ありがとう、おじちゃん。大丈夫だった？会いたかったよ、花。よし、準備はいい？よし、みんな心配したんだぞ。そうよ、みんなでお前を探したんだぞ。みんなごめんなさい。これで危険な機械に触っちゃいけないって分かったわね。はい、もう触りません。触れって言われても。
大変な一日がやっと終わり、タヨはまたみんなに会えて大喜びでした。勇敢なヘリコプターエア。よく晴れた午後です。橋を渡ってタヨがやってきました。すっごくいいお天気。あれ、パッドだ。何か事故でもあったのかな。見に行ってみよう。ルーキー、パッド。タヨ、何かあったの。ほら、あそこに。ここだ、助けてくれ。大変だ、あの人たち川に落っこっちゃいそうだよ。もうついてもいい頃なんだけど。来た。あれはエア、新型のヘリコプターだ。消防署から来た。お、エアが救助します。おお、どうもありがとう。エア、よくやった。どうも。ねえねえ、あのさ、ん、君本当に本当にすごかったよ。ありがとう、仕事をしただけだ。僕タヨって言うんだ、はじめまして、よろしく。こちらこそ。さてと、仕事に戻らなきゃ。じゃあまた。うん、またね。なんてかっこいいんだろう。今日ね、すごかったんだよ。すごいって？何があったの？あのね、困ってる人を助けるヘリコプターに会ったんだ。ヘリコプター？そう、エアって言ってレスキューチームの新しいメンバーなんだって。大活躍だったんだよ。空をビューって飛んできてさ、川の中で困ってる人を助けたの。うわ、それはすごいね。僕はもうエアと知り合いだから、今度会ったらみんなを紹介してあげるよ。うわ、早く会ってみたいな。僕もだ。なんて言えばいいんだろう。ハロー、私タヨの友達のラニよ。本気で言ってる？なんで？変だった？みんなエアーに会うのが楽しみのようです。次の日の朝、ラニが路線を走っていると、あれ？うわ、あれきっとエアーだ。ねえ、あなたエアーでしょ？ちょっとお話ししたいの。エア、うん、私となんて口も聞いてくれないの？そういうこと？ガニはロビと遊び場の掃除をしています。よし、終わった。お疲れ様、ロビ。あれ、うわ、あれきっとエアだ。エア？そう、消防署の新しいヘリコプターだって。わあ、かっこいい。呼んでみようよ。おーい、エア。こんにちは。どうして僕の名前を？あのね、タヨから聞いたんだ。ああ、タヨの友達なのか。そう、僕の名前はガニ。うん、僕はロビだよ。よろしく。あの、ねえエア、もし忙しくなかったら僕たちと一緒に遊ばない？一緒に遊ぶ？ここで？ああ、僕たちちょっと汚いか。ごめん、掃除してたから。ああ、残念だけど、また今度ね。さようなら。ああ、エア、はあ、行っちゃった。きっと僕たちは汚いからだ。来た来た。ああ、疲れたな。やあやあ。君は誰？僕はタヨの友達のロギだよ。君に会いたくてここで待ってたんだ。ああ、そうなのか。うわ、本当に飛べるんだね。かっこいいな。待って、少し離れてて。うわ、君ってすごいんだね。近づくなってば。いや、つまり。いやって意地悪だ。おい、待ってくれ。みんな、ただいま。あれ、どうしたの？みんな何かあった？ああ、なんでもない。え、なんでもなくない。私たちエアに無視されたの。
え？私が名前呼んでも振り向きもしなかったんだよ。それにガニが遊ぼうって誘っても飛んで行っちゃったの。本当に？ああ、僕掃除してて汚かったからだと思う。僕はエアン近づくなって言われたんだ。そんな、まさか。そうだもん、うん、私たちのことバカにしてるのよ、うん、そんなはずないよ。僕エアに会って聞いてくる。ちびっこバス、タヨ。エアー、ねえエアー。あ、いたいた。エアー、僕だよ、タヨだ。なんだ、本当に無視してるのかな。エアー、おい、エアー。タヨ、ここで何してるんだい。君を呼んでたの聞こえなかった？ああ、ごめんね。飛んでいる時はよく聞こえないんだ、プロペラの音で。え？それじゃあひょっとして僕の友達のダニが今日君の名前を呼んでたのを聞こえた？ああ、ううん、プロペラの音で聞こえなかったんだな。やっぱりそうか。じゃあガニが遊ぼうって言った時どうして行っちゃったの？ああ、あの掃除してた子。僕が近づきすぎるとせっかく集めたゴミが散らかっちゃうからね。残念だった、遊びたかったのに。ああ、そういうことか。でもどうしてロギに近づくなって言ったの？ロギ？ああ、あんまり近くに寄ってくるからプロペラにぶつかって怪我をしたらと思って。それで思わず怒鳴っちゃったんだ。反省してるよ。じゃあただの思い違いだったんだ。僕の友達はみんな君に嫌われてると思っちゃってすごくがっかりしてるんだ。そうか。僕がみんなに話すよ。だからエアも一緒に行こう。でも早く。タヨ、本当のことを伝えてもみんなは僕と友達になってくれないよ。え、なんで？ずっとそうだった。見かけが違うだけじゃない。僕は君たちみたいに走れない。だから僕はいつも一人なんだ。僕のためにそんなに頑張ってくれなくてもいいよ。あ、いや、あ、じゃあ僕一人でみんなに話してくる。え？タヨ。え？まさか。本当だよ。だからエアのこと怒らないで。それが本当ならどうしてエアは自分でそう言わないの？ほらね、やっぱり僕たちのことバカにしてるんだ。待ってよみんな、そんなんじゃないってば。私もう寝る。ねえみんな。翌朝、タヨは路線を走っていました。これからどうしたらいいのかな。あ、火事だ。道を開けろ、危ないぞ。タヨ、みんな、上の方がすごく燃えてるんだ。そうだね。ああ、みんな、無理、大変よ。このビルの中に花がいる。さっきここで花を下ろしたの。本当？みんな見て。花！本当だ、あんなところに。花！それ！あ、ダメだ、高くて届かない。どうしよう。エア、やったー。エア、花が大変なんだ。ヘリコプターエア、救助します。大変、煙がすごくて近づけないんだ。エアだって危ないよ。大丈夫、いける。煙の中に突っ込んだ。いや、どうか無事でいて。出てきたよ。やったー。花、すっごく心配したよ。わ
私は大丈夫よ。エアーが助けてくれたから。じゃあまた。待ってよ。エアー、花を助けてくれてありがとう。感謝感激。どうもありがとう。どういたしまして。あとごめんなさい。うん、僕たちエアーのことを思い違いしてた、うん、そう、君のこと悪く言うなんて間違ってた。ごめんなさい。いいんだ、僕こそちゃんと説明しなくてごめん。あの、友達になってくれる？もちろんだよ。よかった。ねえエアー、私も友達にしてくれる？もういいかな。ほらエア、友達作るのって難しくないでしょ。みんなすごく嬉しいよ、ありがとう。勇敢なヘリコプターエアーにたくさんの新しい友達ができました。もう一人ぼっちじゃないね。頑張れフランク。ある日の早朝、ガニは消防署へやってきました。やあ、おはよう。ガニ。おはようガニ、どうしたの？実は…すごい！本物の消防署だ！この子はジュン、フランクにすごく会いたがってたからここへ連れてきたんだ。本当かい？ああ、消防署が一番好き！うん、会えて嬉しいよジュン、会いたくなったらいつでもおいで。お、火災発生、救助隊は出動せよ。おい、アリス、行くぞ。了解。ガニ、行こう。火がすごくなってる。フランク、任せてくれ。よし行くぞ。ダメだ、水が全然届かない。困ったぞ。もう大丈夫だ。はっ、あら、あなたもよくやったわ。いや、結局何もできなかった。いや、ほんとすごかったよ。フランクよりもずっとイケてる。かっこよかった。フランク、最高だったよ。そうだよフランク、だからみんなのことは気にしないで。ああ、どうもありがとう。次は俺のかっこいい姿を必ず二人に見せるからね。次の日、フランクは一生懸命練習しています。まあ、また失敗だ。無理しちゃダメよ、壊れちゃうじゃない。いや、高いビルの火を消すために俺はもっと強くならないと。フランク！お、こんにちは。君たちどうしてここへ？ここで練習してるって聞いたから、何か手伝えることがあるんじゃないかと思って。うん、僕も手伝う。君が？でも、いいじゃない、あなたを助けたいのよ。わかったよ、じゃあよろしく頼む。やったー、フランクと練習できる。ガニとジュンは練習を手伝うことになりました。ね、また失敗だ。フランク、頑張れフランク、フランクは最高。よし、もう一度やるぞ。よー、成功だ。すまない。すごい。もう少し遠くに置いてみよう。やったわね、やった成功だ。フランク最高。これでもう高いビルの火も消せるわね。ああ、任せとけ。ビルで火災発生、出動せよ。
よし、行くぞ。練習の成果を見せてやる。パッド、ルーキー、フランク、向こうのビルだ。フランク、届くかな。わからないけど、この間のビルより高いかも。今日はうまくいくよ、フランク。行くぞ。やったぞ。フランク、屋上を見て。大変だ、火を消さないと。届かない。ビルが高すぎるんだ。もうちょっとだ、届け。かわいそう。いっぱい練習をしたのに。はっ、僕に任せて。見て、エアーが来た。はっ、すごい、火が消えた。さすがエアだ。エア、最高だよ。はっ、やったー。あらまあ、フランクを見てずぶ濡れよ。びしょ濡れだ。お気の毒ね。フランク、気にしちゃダメよ。悪いけど、先に帰るよ。フランク。ちびっこバス、タヨ。フランク、練習しよう。君たち来たのか。フランク、何してるの。何って、花に水をやってるんだ。俺にぴったりだと思わないか。仕事を変えた方がいいかもな。なんだって。アリス、フランクの様子が変だ。昨日のことが相当ショックなのよ。フランク、僕と一緒に練習しようよね。何のためにだい。火事が起きてもエアーがいれば大丈夫だろう。ダメだよ、フランクがいなきゃ。そうだよ、君は消防車じゃないか。ああ、俺は消防車だ。火もまともに消せない、役立たずさ。そんな、そんなの僕の大好きなフランクじゃない。僕、ジョン。アリス、息抜きしてくるよ。フランク、ジュン、ちょっと待って。どうしよう。ジュン、落ち込まないで。違う、フランクにがっかりしてるんだ。すぐに元のフランクに戻るよ。何か匂うぞ。火だ、燃えてる。火事だ、助けてくれ。ジュン、大丈夫かい。どうしよう。動けない。大変だ、あれは何。そんなの僕の大好きなフランクじゃない。だよな、俺はダメなやつだ。なんだ。あれ、エアーじゃないか。どこへ向かってるんだ。事故でも起きたのかな。ああ、気にすることはない。エアーがいれば俺はいらないんだ。なんてことだ、トンネルの中で火事か。じゃあ僕には何もできない。車は何台いた。わからないけど、たくさんいたはずだよ。ルーキー、パッド。ガニが中にいるらしいんだ。フランクは応答がないんだ。無線を切ってる。もうフランク、どこにいるの。はあ、じっとしてるとすごく眠い。よっしゃ、やったぜ。
お兄ちゃん最高だろすごく楽しそうだな。あ、フランク最高だよそうかい、ジュン。ああ、俺は何やってんだ。しっかりしろ、俺は消防車なんだぞ。緊急だ、トンネル火災、出動を要請する。なんだって誰か助けて助けに来て、フランク。誰かガリを助けて。何？最悪だ。助けないと、中に入ろう。ダメよ、危険すぎるわ。でも、なんとかしなきゃどうにかしないと。あ、はあ、この音って、フランク。道を開けて。やった行くぞ。中へ入ったぞ。頼んだぞフランク、お願い。大丈夫なのかしら。あ、出てきた、フランク。来てくれてありがとう信じてたよいや、礼を言うのは俺だよ。勇気を出してこれたのは君が信じてくれたからだ、フランクみんな心配かけてすまない。俺は消防車の名にかけて誓う、こんなことはもう二度としないって。イエーイああ君は最高だフランク。フランクは仲間を守るためにこれからも頑張ろうと心に誓いました。ポコの綺麗な花。ある晴れた日、楽しそうに笑っている女の子がいます。ありがとうママちゃんと自分でお世話するのよ。もちろん、着きましたよ。ラニー、こんにちは。これなんだ。何かしら。お花の種よ。植えてお水をあげれば綺麗なお花が咲くんだよ。綺麗なお花大好きお花の種がどんな形か見たい。そんな、お花の種が気をつけなきゃダメじゃない。ポコ、え、おラニカ。ねえ、悪いんだけど、ちょっと助けてくれない。助けるって？どうぞ、これでもう拾えるよ。ありがとうさあどうぞ。はい、さすがポコ、すごいわ。なに、お安いご用さ助けてくれてありがとう。一つあげる。ん？これなんだい？あなたへのプレゼントよ。ポコ、何してるんだ？仕事へ行くぞ。ああ、わかった。じゃあまたな。さよなら。よう、来た。よう、待ってたよ。みんな揃ったし仕事しようぜ。了解。このプレゼントって何なんだろう？ん？あっと。どこ行った？この辺に落ちたはずだけど。ポコ、こっちに来てくれないか。あ、すぐ行くよ。小さすぎて見えない。あ、もうお手上げだ。いいぞ、もういっちゃ。よいしょ。あ、雨が降ってきた。帰ろうか、今日はもう終わりにしよう。了解。まいったな、早く帰ろう。雨って言ってなかったのに。だよな。ポコ。ん？ああ、またあったね。私があげたお花の種はもう植えた？花の種？あれは花の種だったのか。大きくなって綺麗なお花が咲いたら見せてね。わかった、もう行かなきゃ。じゃあバイバイ。種をなくしたって知ったらがっかりするよな。
よし、もう一度探してみよう。この辺にあるはずだけど。昨日もらった種から芽が出てる。すっげえ、芽が出たぞ。感動的だな。ポコ、何してるんだ。なんでもない。すごいな、自力で成長したんだ。昨日の雨のせいかな。ポコ、もうこれくらいでいいぞ。じゃあ今日は俺が水をやらなきゃ。ポコ、何やってるんだ。悪い、ごめんよ。まずい、花の種に気を取られて集中できない。みんな、休憩しないか。了解。ふう、少し休もう。おい、どうしたんだその顔。ねえ、実は。なんだあいつ、何してるんだろう。ゆっくりと、気をつけて。ほら、どうぞ。水をやったし、どんどん成長するぞ。大きくなれ、大きくなれ。いいこと思いついた。君に名前をつけよう。芽生えちゃんはどうかな。どう？ん？気に入ってくれたみたいだね。綺麗な花になってくれよ。ポコ、誰と話してるのかな。知らないよ、ポコはちょっと変わってるから。おはよう、芽生えちゃん。その日からずっと一生懸命お世話しています。また大きくなってる。土に肥料を与え、毎日水をやりました。そしてついに、うわぁ、つぼみになったのです。ラーラララ、オイラはショベルカ、任せろ、なんでも育てるぞ。ポコ、こんにちは。おう、こんにちは。すっごくご機嫌ね。何かあったの？実は最近芽生えちゃんを育てるのが楽しくて。芽生えちゃん？そう、君がくれた花の種だよ。ちゃんと芽が出たから芽生えちゃんって名付けたんだ。かわいい名前ね。そうだろ。もうつぼみをつけたんだ。花が咲いたらすぐに見せるから。本当に？約束よ。ああ、約束する。ちびっこバス、タヨ。次の日、激しい雨と風が街を襲いました。急いでお家に帰りましょう。すごい風だ、芽生えちゃんが危ない。安心して、守ってあげるから。ああ、寒いな。ハクション。もう朝になってる。雨で体が硬くなっちゃった。あれ、わお、咲いたぞ。すっげえ、花が咲いた。やったぜ。あ、待てよ、こんなことしてちゃダメだ。知らせに行かなきゃ。ポコ、どこ行くんだ。すぐ戻るから。なんだ。本当？お花が咲いたの？本当だよ、今日の朝綺麗な花が咲いたんだ。綺麗なんだろうな。ポコ、今度花を見に行ってもいい？もちろんさ、咲いたら見せるって約束しただろ。やったー。じゃあ今度ラリと見に行くね。どうぞ。芽生えちゃん、綺麗になると思ってたよ。ダメだ、ビリー、やめろ。びっくりした。何やってるんだよ、危ないだろ。なんだ、どうしたんだ。芽生えちゃんを引くとこだったんだぞ。はぁ、芽生えちゃん、まさかその花のことか。ポコ、花なのに名前をつけたのかい。子供こういうことするなよ。花を育てるなんて。笑うな、芽生えちゃんは俺が大事に育ててる友達なんだ。ポコ、気持ちはわかるけど、俺たちはここを整えてセメントで固めなきゃいけない。セメントだって、そんなのダメだ。でも仕事を終わらせないと。じゃあ少し時間をくれ。芽生えちゃんに新しい場所を探すから。
わかった。でも急いでくれよ。仕事が終わらなくなる。わかった。任せて。ポコは花を植え替えるのに最適な場所を探しています。イエーイ！ここはやめた方がいいな。お、ここも排気ガスで花がしおれる。どこに植えればいいんだろう。ポコ。あ、ラニ。愛に固まってたんだ。ここで何してるの？実はそのもう芽生えちゃんを仕事場に置いとけないんだ。だから新しい場所を探してるところ。本当に？まだいい場所がなくてさ。でも急いで見つけないと。そうなの。あ、じゃあ車庫の庭に植えればいいわ。本当に？いいのかい？もちろん。ふっふー、よかった。本当に助かったよ。どうもありがとう、ラニ。どういたしまして。あ、どういうこと？どうしたの、ポコ？ここに花があったのに、セメントで固めてる。一つあげる。昨日もらった種から芽が出てる。うわお、芽生えちゃう。あ、ポコ。ポコだ。今戻ったの？お前だな。ひどいじゃないか。待つって言ったのに。あのさ、もういい。すごくがっかりしたよ。みんなとはもう口を聞かないから。ポコ。ごめんよ、芽生えちゃん。ポコ。見つけた。ずっと探してたのよ。ラニ、さっきはごめん。君を置いていっちゃって。いいのよ、それでね。こんにちは、ポコ。どうしたの、ポコ。ごめんよ、君との約束を守れそうにないんだ。花を見せてあげられない。何言ってるの。お花はすっごく綺麗だったわよ。え、うわ、え、どういうこと。あなたが新しい場所を探してる間に、みんながお庭を作ってくれたんだよ。うん、そうだったの。俺知らなくて。さっきは怒ったりしてごめんよ。いいって。こっちこそ笑ってごめん。でもお庭が大きすぎて芽生えちゃん寂しいかも。もっとお花を植えるのはどうかな。うわ、とってもいい考えね。どうだい、みんなもやってみないか。俺たちが？うん、やるか。じゃあみんなにお花の種をプレゼントするね。ありがとう。ポコは庭を作ってくれた仲間たちに感謝しました。芽生えちゃんも新しいお家を気に入っています。誰か助けて。タヨとロギは今日お休みです。2人で川のそばに遊びに来ました。いや、ほらロギ、キャッチして。よし。ロギ、わざとぶつけただろ。うん、あんなのが取れないなんて思わなかったよ。なんだと、ロギ。よし、やるか。楽勝だよ。じゃあこれはどうだ。やあ、まずい。太陽のせいで落ちたんだぞ。ロギが避けたからだ。とにかく早く拾おう。ねえ、早く拾ってよ。動くなよ、揺れるだろ。もう少し、もう少しで取れる。あれれ、ねえ、なんか変じゃない。何が、は、うわぁ、大変だ。岸から離れてる。うわぁ、僕だ、落ちるぞ。わかった。あれ、ボンボンじゃない。ボンボン。あれ、タヨ、そこで何してるの。会えてよかった。助けてくれ。面白そうだね、僕も乗せてよ。遊んでるんじゃないんだって。困ってるんだよ、ボンボン。
とにかく早くルーキーとパッドを呼んできて。違うだろう、エアーに来てもらった方がいい。ダメだよ、ルーキーを呼ばなきゃ。エアー、ルーキー、エアー、誰を呼んでくればいいの。誰か連れてって。おう、わかった。誰か連れてくる、誰か連れてくる。誰かって誰だろう。パンダさんだ。はい、どうぞ。かわいい風船。楽しい。バンバン、ここにいたの。ケリー、行きましょう。今日は修理工場に行く日だったでしょ。あ、そっか。出発するわよ。はい。あらあら、ボンボンはタヨとロギに頼まれたことを忘れちゃったみたい。もう全部ロギのせいだぞ。タヨがいなきゃこんなことには。お腹が変な感じ。なんだかガスが出ちゃいそうだ。何やってんだよ、動くなって。実は、なんだよいきなり。どうすんだよ、もっと遠くに来ちゃったじゃないか。だって出ちゃったんだもん。大丈夫、ボンボンがもうすぐ誰か連れてきてくれるから。ケリー、どうしてここに来たの。体に悪いところがないか調べるためよ。強い子になれるようにね。みんないらっしゃい。注射だ、注射機。あのね、みんな、これは全然怖くないのよ。どうしてボンボンは帰ってこないんだ。あ、こんな風に待ってるだけじゃなくて、花に電話すればいいんだ。そうか、やってみろ。みんな泣かないで。もうどうしよう。あ、電話に出ない。ほんと、もう一度かけてみて。あ、鳥さんだ。かわいいね。一人ぼっちなの？え、寂しいんだね。友達がいればいいのに。は？何か歌えって。どうして。何でもいいから早く。よし、青い青い空の上、高く高く飛び上がる。青い青い空、白い白い雲の上。お日様。鳥たちはロギの変な歌声にびっくりして飛んでいってしまいました。お日様見て。もういいよロギ、みんないなくなった。はぁ、助かった。でもどうして飛んでったんだ。ちびっこバス、タヨ。よし、ね、やってみたら全然痛くないでしょ。うん、あとどのくらい待ってるの。順番に一人ずつよ。もう少し待っていましょうね。でもつまんないよ。ほんと、タヨがいたら一緒に遊んでもらえたかもね。タヨ？あ、そうだった。お待たせ、ボンボン。あなたの番よ。ダメ、ボンボン行くところがある。行くってどこに。誰か連れてかなきゃいけないの、誰か。ボンボン、検査が嫌だからってダダこねちゃダメよ。違うよ、連れてきてって言われたもん。大丈夫よ、ボンボン、おいで。本当に言われたよ。ボンボンはいつ戻ってくるんだろう。僕たち遠くに来すぎたかも。もう電話も繋がらないんだ。それはまずいな。あれ、スピーディーとシャインか。呼んでみよう。スピーディー、シャイン。あれ、タヨとロギか。うわ、船に乗ってる。楽しそうだな。おい、俺たちも乗せてくれ。こっち見てるよ。シャイン、助けて。なんて言ってるんだ。早く来いって言ったか。どうやって行くんだよ。聞こえないみたい。あれれ、どうしたんだ。いや、
あれ向こう向いちゃったぞ。早くあっちを向かなきゃ。ロギ、またお腹が痛くなってきた。何？ダメ、今はダメだ。我慢しろだよ。もう我慢できないよ。うわあ、あれも行っちゃった。すっごく早いな。チェ、あいつらだけで楽しんで。そうだ、ずるいよな。赤ちゃんカーたちの点検は全て終わったようです。お疲れ様。子供たちがぐずって大変だったけど。いいえ、みんな無事に終わってよかったわ。ありがとう。じゃあ出発するわね。さようなら。はあ、ちょっと休もうかしら。ただいま。あら、おかえり。楽しかった？うん。タヨとロギはどこ？まだ帰ってきてないの？僕たち一緒じゃなかったよ。うん、そうなの？もう暗くなってきたのに電話してみようかしら。あら、タヨから電話があったんだわ。どうしたのかしら。この電話番号は県外でつながりません。つながらないなんておかしいわね。どのくらい流されたんだろう。わかんない。なんだか流れも強くなってきちゃった。はあ、うわあ、おならだ、今おならしろ。わかった。ごめん、出ないよ。もうダメって言った時はすごいおならしたのに。本当に出ないんだ。やるっきゃない。危なかった。ロギー、すごいじゃないか。タヨ、ロギー、街中探したのにどこにもいないみたい。そうだな。二人ともどこにいるの？あら、パッドとハートだわ。ねえ、どうかしたの？ケリー、タヨとロギがいなくなっちゃったの。電話も繋がらなくて。あら、もうどこかで見かけなかった？見てないわ。どうしたのかしら。そう、タヨとロギ。あ、そうだ。怖い、もう真っ暗だ。本当？でもロギと一緒でよかった。一人ぼっちだったらもっと怖かったと思う。タヨ、あのさ、さっきはごめんね。うん、僕が悪かった、ごめんなさい。反省してるんだ。タヨ、なんとか頑張ろうぜ。そうだね、きっと誰かが助けに来てくれる。は？うわっ、外れてきた。うわ、離れちゃう。ロギー、タヨ、もうどうすればいいんだろう。誰か助けて。あれ、いや。一体どうしたの？すっごく心配したのよ。大丈夫かい？はい、大丈夫。危ないところだったんだぞ。ボンボンが教えてくれてよかった、うん、ごめんなさい、僕遅かったよね。二人とも、とっても怖かったでしょ？でも一人じゃなかったから、そんなに怖くなかったよ。そうそう、一人ぼっちだったらもっともっと怖かった。もう喧嘩しないからね、ロギー。もちろんだよ、親友だもんな。よし、みんなもう遅いから帰ろう。タヨとロギは無事に帰ることができました。仲直りもできたし、本当に良かったですね。新しい救急センター。仕事を終えたちびっこバスたちはニュースを見ています。あ、始まったよ。この町の安全を守る新しい救急センターが明日オープンします。メンバーのパッドとルーキーは町の警備を担当します。フランクは勇敢に火事に立ち向かい、アリスは慎重に患者を搬送します。そして素晴らしい救急ヘリコプターエアーもこのセンターで暮らします。あー、みんなで一緒に働くことになりまして、全力を尽くします。頼れる存在になります。町を守る車が勢ぞろいだね。ルーキーとエアーも一緒よ。
はあ、みんな揃うとスーパーヒーローみたいだね。ほんと、なんだか眩しい。そうだねえ、花、明日みんなに会いに救急センターに行ってもいい？いいわよ、じゃあみんなで行きましょう。ほんと？いよいよ本日、救急センターがオープンします。はい、そこでいいですよ。はい、みんな一緒に見て、笑ってください。すごい、最高です。あれ見て、うわぁ、スターみたいだね。みんなかっこいい。本当にそうね。いいですね、ルーキー。見てよ、あれ。おめでとう。ああ、アナ、どうもありがとう。ルーキー、僕たちにも中を見せてくれない？お願い。いいよ、じゃあみんなこっちにおいで。やったー、楽しみだな。楽しみ。うわー、ここすごいわね。まあね。ね、これ全部ルーキーが操作するの？もちろんさ。あら、ところでこれ何？ん？あら、ダメだよ。え、どうしたの？これは緊急警報だ、勝手に押しちゃダメだよ。やだ、緊急警報。ごめんみんな、今のは間違いだ。間違えてボタンを押したんだ。そう、私のせい、ごめんなさい。本当かと思ったよ。ここは俺たちの車庫だ。僕たちの家とあんまり変わらないね。そう思うか。君の場所に入ってみていい？ああ、どうぞ。まあ、なんか普通の車庫だな。は？出動準備。ええ、消火機器装備中。なんだこれ。あいて、あいて、あいて、あいて。こんな車庫に入ったの初めてだよ。俺の出動準備を自動でしてくれるロボットさ。ロギったらまた迷惑かけてるの？違うよ、僕はただ。新しい救急センターの1日目が終わりました。よし、みんなお疲れ様。ルーキーもお疲れ様。これから緊急の時はみんな一斉に出動ね。ん？そうだ、みんなで力を合わせれば何だってできるようになる。そうだ、僕たちがいればこの町は心配無用。初日から完璧なチームワークだったしな。その通り。よし、みんな目いっぱい頑張ろう。了解。じゃあ1、2、3、レッツゴー。その夜、みんなはすぐ眠りにつきました。お、なに、え、緊急警報だ。わかった、急ぎましょう。うん、はっ。どうしたんだ？あれ？緊急警報じゃないぞ。ん？パッドはどこだ？あ、あ、待てよ。もしかしたら。みんな行くぞ！なんだ？パッドは眠ってる時にサイレンを鳴らす癖があるんだ。まさか一晩中やらないよね。そこの車！いつサイレン止めてくれるの？すごく大きい声なんだけど。今すぐ止まれ。パッドのサイレンと寝言のせいでみんな眠れませんでした。ああ、みんなよく眠れたか？全然眠れなかった。僕も。パッドの大声のせいだよね。みんな、おはよう。ああ、いい朝だな。おはよう、パッド。おい、なんでそんなに落ち込んでる？元気出せよ、ルーキー。ああ、パトロールに行くぞ。ああ、わかったよ。なんだよ、俺たち眠れなかったんだぞ。ちびっこバス、タヨ。フランクはみんなが出かけている間に消火訓練をしています。ああ、今日は寝不足でイマイチだ。よし、もう一度やってみよう。うわあ、一体何なんだよ。ごめんよ、訓練してたんだ。フランク、訓練は大事だが、みんな一緒に暮らしてるんだから注意してくれ。うん、わかったよ。でも訓練には広い場所がないと。ただいま。
あら、みんなここにいたの。うん、お客様を連れてきたわよ。じゃじゃーん。迷子みたいだから連れてきちゃった。飼い主が見つかるまでここにいればいいかなって。なんだって。来ないで、やめて。ルーキーは子供の頃犬に噛まれたことがあって、だから怖いんだ。危ない犬じゃなさそうだぞ。でもルーキーは困ってる。私たちだってパッドには困ってるわ。はあ、どういうことだ。おや、やあみんな、いいタイミング。昨日の夜眠れなかったってパッドに言ってくれ。え、昨日の夜。そうだ、言ってやれ。そうよ。あ、悪いけどまたパトロールに行かなきゃ。いや、センターのことなんてどうでもいいのね。エアーは何も言わなかったぞ。何なんだ。とにかく救急センターは動物禁止だ。じゃあこのかわいそうなワンちゃんを捨ててこいって言うの。それはでも動物はダメだ。救急センターは険悪なムードになってしまいました。こんなのないよ。思いっきり訓練もできない。みんな一緒っていいことばかりじゃなかったみたいね。別々の方が良かったのかもしれない。そうだな、前は怖い犬もいなかったし。あ、火災発生。カズだ、カズだ。緊急警報だ。行きましょう。自動車のショールームで火災発生。すぐ来てくれ。了解。先に進まないと。すみません。ここは俺に任せろ。火災が発生した。ここを通してくれ。緊急事態なんだ。うわー、さあ行くぞ、急ごう。了解了解。パッドの大声は結構役に立つな。どっちだ。みんなこっちだ。よし、みんな、行こう。こっちです。気をつけてください。訓練の成果が出てるみたいだ。すごいぞ。急いで、こっちで。ルーキー、ありがとう。どういたしまして。うわ、脅かすなよ。どうしたの、ラッキー。どうして吠えてるんだ。あ、助けてくれ、こっちにもいる。エア、屋上にまだ人がいる。了解、任せて。助けて。さあ、乗って。ありがとう。君のおかげで救出できたよ。やっぱ怖い。うん、エアーが早く見つけてくれたから被害が大きくならなかった。ありがとう、エアー。だからパトロールはサボっちゃいけないんだ。それにフランク、お前もすごかったぞ。いつも一生懸命訓練してるからだな。なんでもないよ、パッド。ん？さっきはありがとう。あなたがいなかったらあんなに早く着かなかった。どういたしまして。救急センターの新しい一日が始まりました。お、みんな緊急警報だ。出動準備、出動準備。緊急機器装備中。消火機器装備中。装備完了。出動準備、出動準備。
いいか。はい。出動だ。救急センターのみんなは一致団結しました。これからも活躍してね。本物のタヨはどっち？タヨの一日が始まり、バス停にやってきました。こんにちは。よいしょ。こんにちは。はい、どうぞ。発車します。うわ。あ、困ったな。もうなんでこんなに混んでるの？あ、タヨ、遅刻しちゃうよ。急いでくれない？あの、道路が渋滞してるんです。あら大変。どうしましょう。あれ、もうなくなっちゃった。あ、えへへ。おいしいよ、交換する？うん、いいよ。えへへ。あれ、入ってない。私の返して。もう飲まないで。二人とも喧嘩をやめて。の中では飲まない方がいいよ。タヨ、はい、ここで降ろしてくれ。え、バス停じゃないので無理です。急いでるんだ。今日だけだ、頼むよ。次のバス停までは遠いの？大変だ。ドゥリは心配でした。タヨがとても困っていると思ったからです。タヨ、さあ、着きましたよ。やっと終わった。タヨ、もう終わりでしょ。遊び場に行くんだけど、一緒に行かない？遊び場に行く。お、いや、ハナ。タヨ、何？バスが故障しちゃったのよ。代わりにお願いできない？え、でも僕、今終わったとこだよ。タヨ、お願い、お客さんたちが待ってるの。うん、わかったよ。ありがとう。どうしたの？遊びは二人で行ってきて。ああ、なんで？仕事を終えたタヨが車庫へ帰ってきました。タヨ、今まで仕事だったの？すっごく楽しかったぞ。ロギ、いいな、僕も行きたかったな。僕は一日中仕事だったのにずるいよ。僕がもう一人いたらな。そしたらもう一人の僕に仕事を任せて一日中遊べるのに。だよ。だよ。え？こんにちは。君は誰？僕は星から来た星の太陽だよ。星の太陽？君は僕にそっくりだね。後ろもそっくりだし、タイヤも同じ。うん、もう一人の太陽が欲しいってお願いしただろ。お前は誰だ？とりあえず車庫から出よう。うん、わかった。すごいや。僕の願いが叶ったんだ。そうだよ、仕事は僕に任せて遊んできなよ。ありがとう、最高だ。どこに行こうかな、河原にしようかな。タヨ、なんでバス停に止まらないんだ？そうよ、お客さんを乗せなきゃ。僕今日はお休みなんです。他のバスに乗ってください。はあ、こんにちは。あれ、タヨは今あっち。ああ、でもタヨは僕ですよ。さあ乗ってください。何が起きたの？タヨだったけどな。では発車します。その頃、偽物のタヨに仕事を任せたタヨは自由に楽しんでいます。わあ、気分すっきり。うわ、綺麗だな。行くぞ、やっほー。わあ、すっごく楽しい。あ、そうだ、星の太陽はどうしてるかな、見に行ってみよう。
偽物のタヨはお仕事中です。ん？あ、あれはタヨだこんにちはタヨ。やあ、どうも。今日はご機嫌ね。ああ、働くって最高だよ。ほんと？じゃあ僕、仕事に戻るね。うん、バイバイ疲れてそうだったけど、元気になってよかった。ああ、そろそろここへ来るはずだ。あ、着きましたよ。来たぞ。気をつけて降りてくださいここで見てよっとありがとうタヨ、とても快適だったよタヨ、本当に毎日ありがとう、うん、どういたしましておお、うまくやれてるな。偽物のタヨの姿を見て、タヨはお客さんのことを考えていました。ありがとうタヨ、いつもそばにいてくれてありがとう。タヨ最高。優しいお客さんいっぱいいるんだよな。うん、よし仕事に戻るぞふん、星のタヨ。やあ、どうしたの？僕もう仕事に戻るよ。ああ、本当にありがとう。また仕事がしたいのかい？そうだよ、だからもう帰っていいよ。嫌だよ、このまま続けるんだ。え？働きたくないって言ったよね。僕が本物のタヨになって働くから、君は遊んでなよ。本物の僕になる？ああ、みんな僕が本物だと思ってるしね。ダメだよ、どうせ僕の友達にはすぐにバレるさちびっこバス、タヨタヨやあみんな、やあみんな。え、君は誰？僕？あ、そっか、僕タヨだよ。違う、僕が本物のタヨだ。な、僕がタヨだよ。君は嘘つきだな。僕がタヨだ。どっちが本物なんだ？嘘つきは君じゃないか。わからないよ。わかったよ、本物だってとこ見せてやる。こっちが本物のタヨだわ。僕もそう思う。そう、僕が本物さ。それで終わり？じゃあ今度は僕の番だ。この子の方がうまいわ。じゃあこっちが本物だな。僕が本物だってば。なんでわかんないの？タヨ、今日私と道路で何を話したか覚えてる？道路で？もちろん、仕事は最高って話したよね。そうや。おお。違うよ、君が会ったのは偽物だよ。僕はその時遊び場にいたんだ。え？仕事中に？タヨはそんなことしないよ。ああ。だってそれはじゃああなたが本物なのね。ああそうだよ、僕が本物のタヨだよ。はあ、お、ね、偽物のせいですっごく怖かった。何言ってるんだよ。やめろ偽物め。タヨをいじめないでよ。そうだ、出て行ってくれ。でも僕が本物なのに、みんなの意地悪。僕どうしたらいいの？タヨ、こんにちは。こんにちはブリ。どうしたのタヨ、なんで落ち込んでるの？実はすごく困ってるんだ。追い出されたの？そう、本物だと信じてもらえなくて。僕バスの仕事がどんなに素敵かやっとわかったのに。タヨ、もう一度みんなに話しに行こう。でも信じてもらえないよ。正直に話せば本物だってわかってもらえるよ。本当に？うん、僕も一緒に行くから。やった！さっきはびっくりしたよ。だよね。みんな。なんだ？また？何しに戻ってきたの？タヨをいじめるなって言っただろ。怖いよ。みんな待って。タヨはみんなに言いたいことがあるんだ。言いたいことって？全部僕が悪いんだよ、働きたくなくって。だから偽物に仕事を任せて僕は遊びに行ったんだ。でも今はまた頑張りたいって思ってる。本物のタヨみたいだ。そうよね。どっちが本物だ？騙されちゃダメだよ。どうしたらいいかな。
あ、そうだ、僕が教えてあげるよ。どうやって？本物のタヨには床にジュースのシミがある。ドアを開けて。ああ、わかった。昨日ジュースをこぼした子がいたな。あ、あった。こっちが本物のタヨだよ。じゃあ君は。僕も行かなきゃ。待て、偽物め。ごめんなさい、タヨ。偽物だって言われて怒ってる？大丈夫、これからは一生懸命働くよ。早く働きたいな。じゃあ起きなくっちゃね、タヨ。寝てたらお仕事できないでしょ。ハナ、偽物のタヨはどこ？偽物のタヨ？何のこと言ってるの？なんだ、夢だったのか。はい、じゃあ早く支度して。了解。仕事が大好きだとタヨは改めて気づきました。安全運転でね、タヨ。小さな魔法使いアスラ。ある晴れた日の午後、ちびっこバスたちが遊び場にいます。何して遊びたい？鬼ごっこはどう？ダメ、もっと面白いことがいい。鬼ごっこは昨日もやったしね。僕が面白いもの見せてやるよ。何しよっかな。次は君たちの番だ。タヨが風船になっちゃった。僕小さくなってる。どうなってるの？俺はなんともないぞ。ロギー、上を見て。頭が。何が起きてるの？すっごく面白いよ。君は誰？僕はアスラ、魔法の国から来た。僕の魔法気に入った？君がやったの？ああ、面白いだろ。全然面白くない。元に戻してくれ。やだね。じゃ、僕もう行くよ。どこ行くの？僕らを元に戻して。みんな大丈夫？大丈夫。あの子どこ行った？もうどっかへ消えちゃった。名前はアスラだよ、見つけ出さなきゃ。そして次の日。あの人にしようかな。あら、雨だもん。なに、なんなの？ちょっと。超面白い。ありがとう、また頼むよ。うわぁ、大きいですね。じゃあもっと大きくしてあげるよ。すっごく大きい。これは魔法じゃないかな。あの子は。アスラ。うわ、ブーだ。やったな。あれ、見失っちゃった。向こうを探してみよう。この辺にいるはずだ。はい。みんな。何してるの？何？アスラがいたんだ。昨日僕たちをからかった子だよ。本当に？間違いない。あそこにいるわ。どこ？どこ？おい、逃げるな。待て。もう追いかけてきてないな。見つけたか。あれ、逃げなくていいの？待て。もう逃げられないぞ。いたずらするのはやめて、お家に帰りなさいよ。バイバイ。忘れたのか、僕にはこれがあるんだぞ。ほら。あれ、どこ行ったんだろう。魔法の杖がない、君たちのせいだ。なんで僕たちのせいなの？逃げてる途中でなくしたからだよ。魔
魔法の杖がなかったら家に帰れない。はあ、俺たちのせいじゃないぞ。そうよ。あん、ねえみんな、魔法の杖を一緒に探してあげようよ。なんで？アズラに早く帰ってもらうためさ。このままじゃずっといたずらされちゃうしね。そうだね。よしアズラ、魔法の杖を見つけたらすぐに帰らなきゃダメだよ。わかった、見つけたらもっといたずらしてやる。よし、じゃあ行こう。うん、ちびっこバスたちとアスラは魔法の杖を探しています。あー、ないな。ねえ、ここにもないみたいだよ。うん、ロギー、そこにありそう？いや、ないと思う。あ、とりあえず滑り台で下へ降りるよ。ふっほー！うわーい！もう、びっくりさせないでよ。ごめん。でもさ、せっかくここへ来たんだし、少し遊ばない？そうしよっか。いいね、遊ぼうよ。あ、俺からだぞ。なんでよ、今やったばっかりじゃない。僕、何？僕も遊びたいな。アズラ、君も一緒にやりたい？ああ、僕はいいよ。本当？じゃあ僕一人で行くね。あ、待って。あ、僕、行くよ。準備はいい？うわあ、行くよ。どうだい、楽しいだろ？おっと、悪くなかったよ。もう一回やらない？やる！ちびっこバスたちとアスラは魔法の杖のことを忘れて夢中で遊んでいます。楽しかったな、みんな。うん。君も楽しかったんだね。うん、いや、いまいちかな。君が一番はしゃいでたじゃないか。違うよ、はしゃいでない。ねえ、もう帰りましょう。花が心配してるわ。了解。待って、僕の杖はどうするの？もう遅いし、また明日探そう。帰ろう。わかった。これでまた明日もみんなと遊べる。アスラもバスの車庫でみんなと寝ています。アスラ、うん、どうして魔法の国からここへやってきたの？ああ、それは友達を作りたかったからさ。え、向こうに友達はいないの？みんな退屈だし、僕の魔法も嫌いなんだ。それは君が魔法で嫌がらせをするからだよ。は？何にも知らないくせに。ふん。ねえアスラ、僕が嫌がらせ？アスラやめてよ。全然面白くないよ。君とはもう遊びたくない。友達になりたかっただけなのに。ちびっこバス、タヨ。次の日、ちびっこバスたちとアスラはまだ魔法の杖を探していました。ここにもないわ。ガニ、そっちにある？ないよ。どこ行っちゃったんだろう。不思議だよな。あ、あれかな、僕の杖だ。見つけたぞ。でも杖が見つかったらもうみんなと一緒に遊べなくなっちゃう。アスラ、見つかったの？ないよ。ああ、ここにはないみたいだね。そうだ ね。これからどうする？じゃあさ、ちょっとだけ遊んでからもう一回探すのはどう？そうする。うん、じゃあ、そうだ、上位のショーを見に行かない？上位って誰？はみんなびっくりするよ。上位は魔法の杖なしで鳥やお花を出すんだから。本当に？僕行きたい。よし、上位のショーへ出発。すごい。お次は、これをこうすると、おお、じゃじゃん、すごい。おお、かっこいいよね、ジョイはすごいんだ。何にも持ってないよ。ほら、じゃじゃん。僕は魔法で嫌がらせしてた。
でも魔法はみんなを楽しませることもできるんだ。みんな、この帽子の中から何が出てくると思う？僕知ってるよ。白い鳩かな。そうよ、このマジック大好き。いくよ、じゃじゃーん。あれ、え、どうなってる？じゃじゃーん。どうなってる？あれ、何も出ないですかね。あ、ちょっと待って。どうしちゃったんだろう。いやだ、みんなをがっかりさせるなんて。んーや。アスラ、それ君の杖だよね。あ、バレちゃったか。みんな、ありがとう。一体何が起きたんだ。さっきのあなたがやったの。うん。そっか、最高だったよ。だよね。なんで杖が見つかったことを黙ってたの。だって僕、魔法の国へ帰りたくなかったんだ。あっちには友達がいないから。ああ、大丈夫だよ。これからたくさん友達ができるって。そうよ、うん、あなたはもう友達を困らせたりしないもの。うん。ああ、さっきも魔法で僕たちをワクワクさせてくれたもんね。僕がそう思う。うん、もちろん。それに僕たちも君の友達だぜ。だよな。そうだよ。みんなありがとう。僕、これからは魔法の国の人たちとも仲良くなれると思う。どういたしまして。これはみんなへの最後のプレゼントだよ。すごい。アスラは初めてできた友達に素敵なプレゼントをしました。また会おうね、アスラ。Thank you.